も家電じゃあ10年後の世界ではボックス兵器による戦いが主流だ主流だ主流だボックス兵器による人物タイプの兵器も数多くある、はい、これまでに出てきたのはガンマの狐、エレクトリコボールピ、うん、山本のツバメ、ヒバリのハリネズミなどだと今日カミカミです、はい、ではターゲット88に出てくる、はい、このボックス兵器の正式名称を答えてみろというわけですが、これはもしかしてすごく分かりやすいですかね。分かりやすくないですね。え、嘘、なんか今ピピッときましたよこれ私でもちょっとあれって感じですよ、うん、できました、はい、早いお願いします。ケイチなんであれでしょ、山田ケイチでしょ。違います。違うんです。これはサソリ座のあこのケイチな。そう、おい、その若干かぶってるじゃねいいえ、私はサソまで書いてある。さすが切り込みですね。違う、違う、ナイスコンビネーションです。これは誰の僕性比かわかります。あ、ビアンキ、ビアンキさん、それはわかるんだ。おお、合ってる。それはわかりますよ。はい、外国の方ボブさん、ボブさんボブさんじゃないの。ボブさんではない。ボブさん、ボブさん誰。俺も頼むよ、ボブソンみたいなガチャっておかしい。すごい長いです。違う、スコルピーなんちゃらなんちゃら。スコルピー、スコルピってサソリって意味な気が。スコルピオーネなんちゃらなんちゃら。スコルピオーネ、スコルピオーネ、スコルピオーネですね。スコルピオーネ、はい、どうぞ。じゃん、ふんがふふ、スコルピオーネ、ふんがふふ。違う、違うわな、カタカナやって言ってんの。スコルピオーネ、やけど気味。確かにそれっぽく聞こえるけど、だってやけど気味じゃないですか、うん、まあね、ものすごい火出てますよ、足やばいですよ。まあ彼は熱くないわきっと。あ、そうなんだ、彼無敵なんだね。スコルピオーネ、やけど気味。嫌やな。そろそろ答えを言いますか。言いますか。はい、では皆さん、正解が分かんないようなので、うん、答えはスコルピオーネ、はい、テンペスタでした。それだ、テンペスタ。それだね。この子たちが私のお気に入り。逃げられなかったわね、ハヤト。姉貴、何なんだよこれは。スコルピオーネ・ディ・テンペスタ、嵐のサソリよ。スコルピオーネ・ディ・テンペスタでした。そっか、はい。